先週から始まったホヤーチューブ第2回になります。見ていただいた方ありがとうございます。そして早速見ましたとコメントもいただいて、ホヤキャプテンとホヤ奉行の頑張ってる感満載のやり取りが面白かったとコメントいただきまして、本当にありがとうございます。そしてホヤイベント楽しみですというコメントもいただきましてありがとうございました。そしてなんと4月7日に閖上朝市の方で開催しますとホヤキャプテン言ってましたが、4月8日のホヤの日当日にもなんとイベントを開催することが決定したそうです。ではそんなホヤの日イベント実行委員のホヤキャプテンにいるかな、ちょっとお話を聞きたいと思うんですが、ホヤキャプテン、ホヤホーン、ありがとうございます。ありがとうございます。キャプテン、そう、 T シャツ、あ、ありがとうございます。私のグッズを買っていただいたみたいでありがとうございますが、4月8日月曜日にホヤフェス当日イベント開催することが決定したんですよね。はい、4月8日本当のホヤの日、ライブします。はい、その場所は閖上朝市ですか？いえ、場所はカフェドルシールさんの方をお借りしてやります。あ、仙台の街中で、街中で、それだったらまあ4月8日月曜日なんで平日で、まあちょっとね、閖上まで行けないって方も、こっちだったら、はい、全然仕事終わりに来れる時間で、ね、あ、じゃあもう夜にやるってことですね。はい、わかりました。なんか何人か出演者さん決まっているんですか？今は1、2、3人くらい。お、あ、じゃあ色々と決まってるんですね。あ、楽しみということで、ぜひね、4月7日8日とイベント遊びに来てください。ということで、4月8日にホヤの日イベントが決定したということですが、なんと早速第2回にしてゲストが来てくれてまして、4月8日のイベントの総合司会を務める方がゲストに来てくれてます。この方です。パンチパンチャンハンナだよ。よろしくお願いします。ホヤキャプテンかと思ってた受け継ぎました。なるほどね。そうそう、何も言わずにこう無言で渡されました。そうなんです。はい、ハンナちゃんが、はい、4月8日のね、総合司会に決定しまして、ありがとうございます。はい、今日来てくれました。じゃあ自己紹介お願いします。はい、4、5年に1人の時代、ハンナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてはい、びっくりしたのが、何このね、ホヤチューバーになったわけじゃん、うん、同じタイミングで、うん、YouTuber だったんだよね。そうなんですよ。なんか実は私がその美容系 YouTuber やってるってことを萌ちゃんに伝えたんですよ、うん、そしたら、あれ、あの萌もホヤチューバーっていう話を聞いて、ちょっとこれはコラボしたいなと思ってたんです。すごいいいタイミングでしたね。でも待って、うん、美容系どういうこと？これはね、本当皆さんお伝えしたい、みんな作りたい。私が美容系ですって言ったら、うんうん、もう萌ちゃんが、まあ、LINE のスタンプで動物たちが驚愕してっていう、その本当にこのスタンプを送るときちょっとね、いけすかないというか、消せないというか。いや、まあね、ね、まあいいや、それについてはね、はい、お湯話を聞きたいと思いますが、今日のゲストはあのちゃんです。よろしくお願いします。ということで、はい、第2回目ゲスト、ハンナちゃんです。ありがとうございます。お願いします。もうね、仙台のホヤ好きといえばハンナちゃんでしょっていうそれそっくりそのままお返しします。ハンナも、ハンナ美味しいと思うんですけど、うんうん、好きって言っていいのかなっていう気持ち今あるんですよ。え、なんでなんで？私、うん、ホヤを食べたことが、うん、まあ20年間くらいなくって。あ、そうなの？食べた最初のきっかけがここのマボヤさんだったんですよ。あ、本当に？そうなんです。しかも、うん、もうちょっと元をたどれば、うん、萌ピなんですよ。本当に。え、じゃあ待って、最近ってこと？そのホヤが好きになったのは本当に最近で、萌ピと会ったのが、うん、まあ、1、2年前、うんうんうん、で、それの、まあ、何週間後か後に、うん、初めてマボヤさんにいただきました。あ、そうなんだ。いや、ちょっと知っとかなきゃなと思って、うんうんうん、もう一人でプラーっと来て、あ、一人で、一人で、でもやっぱり初めてだし、うん、ちょっと皆さんやっぱ 2,3 人とか来られてる方もいた、うんうん、その時はいたので、ちょっとアウェーだなって思って一番奥にいたら、ホヤキャプテンが、おお、ホヤキャプテン、ホヤ初めてかいって言って、めちゃめちゃねすごく丁寧に説明したりとか、ね、うん、本当にそのホヤを、うん、そのまあ
ブツブツの状態というか、うん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 、あの状態からこう中身をねこう切り裂くところまで見せてくれたりとかして、本当にすごく親切な方で感動しちゃった。もう孫屋さんのファンって感じ。なるほどなるほど、そう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 、いや素晴らしい方だわね。そうで、孫屋さんね本当にあのいろんなメニューがあるじゃない。ある、まだ食べたことないのいっぱいあるし、ね、で、うん、一番最初来て、はい、なんか美味しいこれ好きっていうのは、あ、ありますあります。そうですか、ほやほやほや卵これ、ね、どう、どういやそう、これはねこのこのメニューにもね大きくイラスト入れて、ね、書いてありますが、ほやの卵、うん、を包んでるんだよね。そうですね、ほやで卵を、ゆで卵が包んでるやつが美味しいんだけど、うんうんうん、実はね、はい、このほやチューバーの、なんていうの、ギャラが、はい、あのほや1年分なんですよ。また大量ななのでちょっとそれ、はい、今日ハンナちゃんにおすそ分けします。え、よっと見てもらったから、あ、いいの食べるの、そのほやを使って、じゃあこのほやほやほや卵を注文したいと思います。お願いします。では店長、ほやほやほや卵ください。ちょっと噛みそう。おはい、お待ち。めちゃめちゃスタンバイしてる。ほやほや卵です。めちゃめちゃスタンバイしてる。ありがとうございます。こちらです。うわー、これ、ね、美味しそう。これなのよ、やっぱ見た目がね、やっぱりインパクトがあるんですよ。うんうんうん、その卵を、ま、煮卵とかすごい好きなんですけど、 それにホヤがこうまるっと包み込んでるみたいな、うんうんうん、いやこれはねちょっと本当に感動しましたね。うん、では早速ホヤホヤホヤ卵来たので、はい、いただきましょう。いただきます。ジャンヌちゃんどうぞ。もうね、黄身がすごい染みてる色をしてる、うん、もうソースかな、汁かな、はいはいはい、だし、染みてる。よし、いただきます。はい、ちょっと贅沢にいただきますね。お一口、うん、贅沢、うん、まっ、うん、まいね。あのさ、ホヤと卵って合うんだよね。めちゃめちゃ合う。もう一口でいったからさ、本当にもうすごい、もう身がギュッと締まってるし、卵の美味しさもじわっと広がって、すごいたまんないんですよ。ちょっと私もいいですか、一個。お、どうぞ。いただきます。ですね、いや、これね、お、うん、うん、食感もさ、うん、最高。あ、もうね、プリモチって感じだもんね。お合わせちょっとひしめたね、これ。でご飯もすごい進みそうな感じしない、ね、おつまみにもいいし、白米も進む感じがする。いや最高ですよ。美味しい、ね、これを食べてお屋敷になった。いやもうこれはドハマりしてる。来たら絶対食べるようにしてます。ね、それで、うん、まあほやほやほや卵食べるってことだったけど、はい、いっぱいねメニューあるんですよ。そうなのよ。いやこんなにあるって正直びっくりじゃない。ほやってだけでこんなに広がるってすごい、ね、びっくりでしょ。でそうな、ちなみにどういうの今まで食べたの？ね、ホヤのね、カツオホヤ刺身。刺身ね、うん、まあ、やっぱりこの最初食べる時に、うん、そうそうそう、どんなのかな食べたりとか、あとはホヤポテトも食べたことある気がするな。ホヤポテト、うんうん、ポテトにホヤパウダーかかって、そう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 、美味しいね。もういいし、うん、じゃあ結構まだ食べたことないやついっぱい。いや本当に結構ね、攻めたことのないゾーンが多い。本当に探しちゃうくらい本当に多い。このねホヤチューブ、うん、ホヤを普及しようっていう目的で、はいはいはい、ホヤ、このホヤ PR 大使に購入されたんですが、まあもちろんホヤね、今食べたホヤ卵、うんうん、大好きなホヤ卵を食べるのはもちろんなんだけど、知らないものももっともっとこう広めたいというか、はいはいはい、なのでちょっと知らないメニューも今日一品。あら、いや、いいですね。いいです、めちゃめちゃ食べれる。嬉しい。いい YouTube だこれ。でもハンナちゃんぴったりな、これ。どういう意味。好きですけどね、食べるのね。はい、なんか気になるのある？もうね、揚げ物も気になるし、鍋も気になるし、この時期ね、秋も、お、あ、ね、あ、チヂミ、あ、ホヤチヂミ、はいはいはい、あの私、日韓ハーフ、うん、日本と韓国のハーフでチヂミをね、ちっちゃい頃から食べてたんですけど、そっか、はい、ホヤチヂミってあるの、ちょっと気になる。チヂミ食べてみますか。チヂミ食べてみたいです。じゃあ、店長、ホヤチヂミお願いします。お願いします。はいよまた、はい、お待ち。また秒で来てくれ。早い。ホヤホヤホヤチヂミね。あ、並べ方も綺麗。うわ、
ほやほやほやチヂミ。あ、もう香りがね、香ばしい。うわー、お腹が減る。さっき食べたばっかでお腹がどんどんすく。おいしそう。でもパッと見、うん、ホヤが入ってるのかな。そうね、チヂミね。けどじゃあちょっと一口いただいてみますか。はい、いただきます。ではホヤチヂミ、ちょっと早速ね、楽しみ。チヂミ昔から食べてたっていう花ちゃんだからこそ食べてみてください。ありがとうございます。いただきます。これタレもね、ついてて、ほんとだ。こんな感じの、もうね、食べやすいサイズに切りっとあるのがいいですね。うんうんうん、こちらからいただきます。はい。あー、もういい香り、いい香り。どうなの、まずそのまま食べる感じ。じゃあまずはそのまんま、はい、いただきます。はい。うん、あ、どう？もっちり。うわあ、おいしい。いいね。うん、もうすごい弾力がある。ほやじゃない、この。あ、ほんとだ。ほや感はそこまでこう、なんか、うん、あの磯臭さというか、うんうんうん、そういうの全くなくて、多分最初初めて食べる人食べやすいんじゃないかな。なるほどね。うんうんうん、すごい分かりやすい。ちょっとこれ、うん、ソースはつけてる、うん、これはシェフつけるものですか、かけるものですか。かけるもので。なるほど、かけていただきますね。じゃあこちらに、よいしょ。じゃあまたちょっと違った味でいただきます。かけた方が好き。あー、なるほど。うん、ね、ちょっとピリ辛な感じかな。そう、ピリ辛でやっぱしょっぱさが足されると、あー、最高。またね、一味違いますね。いいね、おいしい。ほんとにね、ほんといろんな目にあるからね、うんうん、どんどん食べてほしいんだけど、うん、ちょっといろいろ食べながら、はい、ちょっとね、はなちゃんについても聞きたいと思うんですが、すごい嬉しい。まあ、豪華フェアチューブ出てもらったけど、うん、その何中、美容系 YouTuber なんでちょっとうろたえてる。素直に言って美容系って簡単でしょ。そんな難しくない日本語。いや、じゃあびっくりしたのが、うん、この間上げてた動画で、はい、あの、なんだろう、眉毛を、はい、セン剃りするっていう。あ、そうなんですよ。あの、美容系 YouTuber なんで眉を全部剃りました。いやいや、それが分かんない。美容系 YouTuber だからっていうのが分かんない。だってどういう、そもそもさ、まあ、動画をね、見てもらうのが一番だと思うんだけど、はい、ちょっと簡単に説明してもらっていいですか。やっぱ美容系 YouTuber として美を発信したいなって思った時に、はいはい、まあ、雑誌を見つけたんですよ。まあ、レイっていう、まあ、ファッション雑誌があるんですけど、そこの付録にモデル10人になれる眉プレートっていうのがあって、はいはいはい、はい、あ、これは試すしかないと思って結果剃りました。だってそれさ、うんうん、それって、うん、全然それしなくてもさ、うん、いいやつだよね。あのね、剃った後に本見たら自前は絶対残すの前提ですって書いて、剃っちゃったわと思って。買ったか真似しないでください。本当にこれはそう、大前提だったらしい。そうでもね、本当に面白い。 ありがとう、本当にもう萌えちゃんもうね、一人でね、うん、見るわけじゃん、ああいうのって夜とかにさ、ね、YouTube って、うんうんうん、もうね、本当にもう、うん、ぴったり夜にこ一人で見る夜に動画で最適。いつでも見て。面白いの、こう夜の人笑いっていうの、うん、最適で嬉しい。もうね、あれ続けてほしい、いろんな。本当にその、まあ、萌ちゃんも言ってくださったように、ちょっとお褒めの言葉ちょっとずついただいて、それをツイッターで発信したら、うん、そのレイの編集部のツイッターの公式の方からいいねをもらって、うん、結構ね、これはね、よっしゃって思いましたね。 いいと思う、ね、見てもらったって思うとちょっともっと頑張ろうっていう活力になりました。せっかくね、うん、前剃ったんだったらなんかいろんな形に挑戦もありだよね。そうなんですよ、うん、もう言うたらもう変幻自在ですから。まあね、もういろんな子になれるってことですから、うん、今後もね、ぜひチェックしていただきたい。あんなちゃんの YouTube ぜひ見てほしいなと思います。うん、常にぜひホヤ食べながら。そうだね。あ、じゃあせっかくだから検索方法とかも言っていいのかな。検索方法ぜひ。あの、ハンナカタカナで、うん、スペース開けて美容系で検索していただきますと。なんで苦笑するんだよ、だからそれ。いや、言っていいんだよ。そう検索するともうぴったりこのハンナの顔出てきますので、ポチッと押してチャンネル登録もポチッとぜひお願いします。チャンネル登録もぜひ、ね、お願いします。いや、本当に面白い。まあ、萌ちゃんはホヤチューバーなんですけど、うんうんうん、ホヤチューバーとして、うん、なんかもう
ホヤメイクとかをやったりしてるんですか。ホヤメイク、はい、ホヤメイク。あ、でコラボいいんじゃない。あ、コラボ、そう、美容系と、うんうん、ホヤチューブっていう、うん、なんか融合して、ね、そう。え、じゃあ今度よかったらまた私のチャンネルも出てほしい。え、なんでちょっと、なんでよ、なんで渋んのよ。眉毛剃られたら怖いなってこっちの方剃るかも頭の方切るかもしれないぜひお願いします。では ありがとうございます。ぜひ皆さん、ね、あのチャンネル登録と、はい、いいねと、いいねと、眉毛の動画本当に面白いんです嬉しい。もうめちゃめちゃ盛り上がりすぎて、だんだんね、帽子がねそう、受け継いだ帽子が。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。お願いします。いや、美味しかった。もうすごい完食だね。気持ちがいい。もう完食。もう、ね、ほぼ奪い合いだったね。いただきます。美味しかった。美味しかった。ありがとうございます。ごちそうさまです。4月8日のホヤの日に向けて、うん、ホヤ PR 頑張っていくので、よろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。はなちゃんもいろいろこうさ、はい、タレント活動だったり、うん、MC だったり、ラジオだったり、あ、そして YouTuber だったり。そうなんですよ。忙しくやってるけど、告知などありますか？そうですね。まあ、あの、YouTube、あの、ハンナスペース美容系で検索していただくのと、はい、あと、あの、私、普段、あのお笑いライブが宮城で月に1回ありまして、うんうんうん、そこの偶数月に、アシスタント MC として、まあ、MC をさせていただいております。いぎなりライブっていう、宮城にあるお笑い事務所 T ライズさんがこう主催してるライブなんですけど、めちゃめちゃ面白いんですよ。本当に面白い。もえちゃんも来てくれたことがあって、ね、もうすっごい面白いので、ぜひチケット安い。本当そうなんですよ。安い。当日でも1000円なので、うん、ぜひ皆さん来てください。お願いします。もうね、そして何よりもちょっと美容系 YouTuber ちょっとバカにしてるでしょ。してるして。美容系半笑いだったよ今。もうね、思い出すだけでお笑いが込み上げるほど面白い。はい、ありがとう。あの、今後も本当にあの、うん、一ファンとして更新楽しみに。嬉しい。ぜひ声を越してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日のゲストはんなちゃんでした。